いだけの食卓にようこそ。どうも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 。大好評のこのコーナーでございます。いきなり神々だな。ちょっとお母さんね、前回の動画でお母さんが顔切れてたから、ちょっと内側に入り気味でね、はい、よろしくお願いします。まあまあこんなトークを重ねてもしょうがないのでね、はい、早速ゲストを呼びましょうか。今日はあれなんですよね。はい、ちょっと違うパターン。そう。今日はね、素敵なゲストを2人、はい、お招きしております。はい。ではまず1人目のゲスト。行きましょう。どうぞ、大久保さんです。失礼いたします。大久保さんです。大久保だよ。大久保でもあり、久保田でもあり。失礼いたします。ああ、こういう感じなんですね。そうですね。もういつもね、緊張してるのか、動画でしかね、拝見したことない。こういう感じになってるの、緊張してるのか。なんかもしかして、今までの方の中で一番、もしかしたら、何ですか、肩幅が。何ですか。肩幅が。ボリューム、肩幅ね。肩幅ね、狭いんです。いいからいいから、一応皆さん知ってると思いますけど、ご紹介、自己紹介をお願いします。はい。瀬戸内行進曲、大久保役の渡辺清美です。いえいえいえ、どうもどうもどうも。道山事務所の所長さんでございます。はい、いつも怒ってます。そうだね、いつもね、なんか頭のおかしい感じで、カブト。でもあれもカブト人気みたいでね。そうなんですよ、お子さんが真似したりとかして、こんなちっちゃいね、カブトを作って遊んでるんですって。ね、見たりしますけど。いいね、そういうところを渡辺君持ってるよね。そうですね、いろいろ。あと傘、郵便局員のこの傘のこう雫を取るところが大好きで、真似するっていう方とか、結構なんかそういうみんなが残る、真似したくなるネタがいろいろあるみたいです。なるほどね。はい、ちなみにね、お母さん、そんな渡辺君とは私ね、はい、6年前の道後湯の里から今日、共演してんですよね。共演してるんですよ。まだお母さんいらっしゃる前ですよ。お母さんいらっしゃる前で、お二人も初めての坊ちゃん劇場で、そうぼちゃん劇場初出演、お互いに初出演同士で6年前の作品に共演しててね、はい、今となっちゃ渡辺君といったらもう押しも押されぬベテランですよ。何をおっしゃいますか。牧山さんだって一応ね、一目置いてるからね、はい、先輩だからね。そうですね、いもう渡辺さんにはもう頭がもう、そうだね、今の顔正面から見せたかった。すごい顔してた。どう、長いことやってて、そうですね、僕地元が静岡なんですけど、比較的気候だったりとか、なんかこうこの愛媛の地がすごく肌に合うというか、水が合うというか、すごく居心地がいいなと思ってて、でこの環境でお仕事させていただくのはすごくいいなと思ってます。思うのか、真面目に普通にこんな一面もあるんですよ、きっと。緊張してるのかもしれないね。若干の緊張が。お母さんも何か聞いたって。そうね、じゃあ次のこととかね、また。あ、そうなんだ、来年とか来期の次の4月からの鬼滅の刃。違いますね。今大好評、いろんなところで。バキューン、鎮魂歌と書いてレクイエムですね。ということで、はい、また出演決まってるんですけど、だから劇場、坊ちゃん劇場、僕の中ではまあ6作品目の出演となりますが、はい、まあ、あらすじとかね、見ていただいた、チラシとかも見ていただいてるんですかね、あらすじとか見ていただきますと、だいぶ皆さんの知っている桃太郎の話とだいぶ違うんじゃないかなと、ね、いわゆる私たちが民話の世界でやった桃太郎とも全然違うし、我々のね、民話の世界で桃太郎のネタ持ってますけど、同じような感じだったらどうしようって、民話の世界でできないんじゃないかというね、ことありましたけど、だいぶ荒々しい感じで描かれてますので、まあ、桃太郎のいわゆるより原作に近い、吉備津宿儺彦命のね、実際そうあったっていう、そういう話を元にしてるから、結構割と戦争してる感じなんですね。そうですね、かなり戦争ですね。意気込みとかなんかある？ちょっと歌って。歌ったびっくりした歌はないんですけど、やはりですね、ここ最近ちょっとなかった、さらに激しい動きがきっとあるんではないかと、で、ちょっと、ね、肉体改造をしようと思っておりまして。言っちゃった。はい、かなり
はい、もうまあ、あのこれ宣言しとけばね、もうしないわけにはいかなくなる。なるほど。もうどんどんもういろんな人に言ってるんですよ。へえ、はい、あのちょっとまた新たな今までにない渡辺清美を、うん、見ていただいて。じゃあ今2月だから、はい、3月4月になる頃には、はい、すごい、すごいチューンアップされた清美、ね、渡辺清美が見れるということだね、うん、そうですね、あの調整していこうと思ってます。皆さん覚えておいてくださいね。はい、覚えておいてください、ね、はい、はいはい、ではね、あの次のゲストを呼びしましょう。ちょっと席替えしてもらっていいですか、はい、渡辺さん。はい、はい、次のゲストの方です。はい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 、そこからか、ね、あれずっとずっとそこで待ってたの。なんと、なるほどね、そうですね。はいはいはい、はい、お次のゲスト、千代美門之助役、角之助、あ、角之助役。はいはい、梶正人です。はい、塩の門之助さんが実際いるんですけど、そして後ろあの、うん、内閣の閣で塩見角之助、梶正人です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そんな梶くんは、はい、喜びの歌から、はい、こう2年目、はい、はい、まあ、もうすぐ瀬戸内が終わるわけなんですけど、はいはい、2年いてどう、愛媛。いや、愛媛はいいですね。いや本当に、いやこんなにいることになるとは正直あんま思ってなかったんですけど。だよね、うん、だよね、まあ、誰しもみんなそう思うけど、お母さんもね、こんなになるんで、自分自身もそうだし、そうだな、うんうん、これがスタートだよ、これから。これそうよ、あの来年再来年そのさらきってね、ずっとまたいることになるのよ。どうなんですかね。え、まあ、いやでもまあずっと行ってもいいかなぐらいに、ね、いや、いい環境でございます、ね、本当に。後ろの渡辺君と一緒にこうずっといる感じになるのも面白いかもしれませんな。末永くよろしくお願いいたします。あのね、このあ、ごめんなさい、ちょっと脱線しますけど、この3人、血液型がみんな AB 型なんです。え、そうだ、そうです、マジで AB トリオです。なんか気持ち悪い。そう、どうしたらいいんだろう。お父さんはちなみに O 型なんですけどね。おー、そうなんだね。ごめんなさい、まあ、言ってもなんか違うけどね、 AB っぽく、うん、AB っぽい、うん、AB っぽいってなんだ、うん、そう、わかんないけど、まあ、そんな3人がまた次の作品に残るっていう中ね、はい、そうだね、君ら3人ともね、そうですね、次のあの鬼のレクイエムに出演するわけなんだけど、はい、そうだな、カジコ先にこれ弾こうか、はい、次の作品に対する何かこう意気込み的なものは、まあそうですね、前回今回、うん、だから喜び瀬戸内と、それこそ、うん、さっき清美も言ってましたけれども、うん、そんなにがっつり体を使うことがあんまりなかったけど、うん、次回はあるんじゃないかなと。まだ分かんない。まだね、稽古は始まってないからだけど、ね、おそらくありそうだね、はい、で、うん、それはさ、こっそり聞くけどさ、うん、この間ちょっと読み合わせをした時にさ、うん、これはやばいかもしれないぞっていう何かこう空気を感じたってこと。それをあって、君、カジ君もそう言うし、渡辺君も肉体改造だとかって言い出したわけね。そうですね。焦り始めてるのね。そう、まあ、桃太郎ですね。戦ったりする。このチラシのこの絵を見たら、もうなんか戦いそうな感じじゃないですか。そうだね、そうだね。荒々しい感じね。お母さんも何か聞いたっけ？何聞こうかな。愛媛で、一番楽しかったことは何ですか？お、すげえ。楽しかったこと。すごい大きいと聞いてきたな。あ、じゃあ、この2年間、はい、2年間で、一番なんか、お客様からいただいた言葉で心に残ってる言葉。思い出すのに時間かかるじゃん、言葉ね。まあ、いっぱいね。いっぱいありますね。カズ君ね、本当に老若男女ファンがいるよね。ああ、そうだね。うん、まあ、梶君自身がすごく良くも悪くもフラットだもんね。ああ、みんなさんね、そうだね。まあ、全然今の話に答えることじゃないんだけど、前回喜びから今回瀬戸内の間に一回誓いの声を挟んでみます。はいはい、だから前は喜び来た時は喜びの稽古に専念できて、うん、で誓いのコインが挟まってるから瀬戸内の稽古もそこに、うん、瀬戸内に専念できたんですけど、うん、今回初めて瀬戸内をやりながら鬼のレクイエムの稽古。そうかそうか、のりしろがあるってことか、のりしろがな、それがちょっと初めての経験なんで、やりながら稽古って
大丈夫かなと思いながら。本当に答えになってなかったね。本当にごめん、全く答えない、ね、質問に答えないで全然違う話を始めたって感じ、ね、いやでも、そう、いや、そう、いや、それ聞きたかった、聞きたかったそうだね、そこはね、でもまあそこら辺はね、あの、慣れてらっしゃるお二方、うん、でもあるね、たまに、本番前突然台本をこうやり出す。おえ、それはどっちの台本？あの、今のやってる作品。あ、昨日あれやったから。そう。待って、いつもだったら忘れないのにみたいな。ミキさんの演出がどんどん変わるから、そういうこといっぱいあるんじゃないですか。そうでしょうね。やばいよ。楽しみもあるけど。あれですね、鬼のリクエムの稽古しながら、こっちを変えてくる。瀬戸内を変えてきたりしてそうなの。嘘。いや、わかんないけど。それは、でもだってさ、最後のでもないとも言い切れない天気さ、そうだな、いやでもそんなになんかこう大変な変更はないと思うけどね、まああったとしてもね、まあちなみにさ、カジ君はさ、はい、去年 の, 役あの作品喜びの歌でも、はい、今回の瀬戸内行進曲でも実際にいる人間をモチーフにした役をやったんですよね。そうですね、ちなみに次回はどんな役か、こうなんとなくさ、ネタバレにならない程度にさ教えてよ。どう、まあ桃太郎のお話を想像していただいて、まあどちらかといえば鬼、鬼側ね、こんぐらい、そのままやないか、ね、いやだ、桃太郎側か、猿とか犬とかキジとか、はいはいはい、ね、ではないかな、おじいさんとかおばあさんでも、あ、じゃあさ、初のいわゆるこのなんすか、フィクションの役ってこと？あ、そうですね、まあそうですね、おお、なるほど、はい、じゃああれだ、あの役者としての腕の見せ所だね。いやー、それがまたね大変ですからね楽しみにしてます。まあまあ、そう、みんなそうなんですね、これから、いや本当にまだ稽古も始まってないんですよ、ね、そうだね、一回本読みしただけですからね、そう非常に楽しみです、ね、これから、3月我々の千秋楽終わって本気稽古が始まって、4月の11日に初日、はい、千秋が楽しみだね、あっという間に来ちゃうんだろうな、まあじゃあ、あの3人あの出演するということで、はい、じゃあお母さんから順に、はい、あのライトニングの作品に向けての抱負をちょっと言ってください。抱負ですか？まあ抱負っていうか、まあ、お客様にメッセージ、はい、さっきね、清美さんからもお話ありましたが、桃太郎、皆さんがよく知ってる桃太郎とは違った、また新たな発見とか、たくさんたくさんある作品になってます、でまたまだね、演出はこれからですけども、もう本読んだ時点で、おー、羽原さんこう来たかっていうようなこととか、はい、ありますんで、もうね、先生方、おなじみの先生方3部作の3作品目、こうご期待ください。はい、じゃあ渡辺君、あのいわゆる昔話の、桃太郎ではなく、これ僕は持ってたけど、ありがとうございます、ちょっとフレームにしてきてくれ、あの皆さんのご存知の、笑わないでください、皆さんがご存知の、いわゆるあののどかな桃太郎ではなく、非常に時代の中で、荒れたというか、荒々しいね、あのまあ時代の背景のこの虚しさというか、悲しさというか、戦争だったりとか、いろんなものに対するメッセージ性の強い作品になるんではないかと思っております。ぜひぜひこの方にお越しいただけると嬉しいです。じゃあ、カジ君、締めて。まあ、桃太郎、そうね、桃太郎は皆さん多分ご存知だと思うんですけど、桃太郎知ってる方でも楽しめる、知らない方でも楽しめる、そんな、まあ桃太郎じゃないんで、まあいいや、あの楽しめる作品になります。楽しめるってことです、はい、鬼のレクイエム、ぜひ
お楽しみにお待ちください。そして瀬戸内行進曲も3月15日までよろしくお願いします。お願いします。瀬戸内行進曲も、残すところ36回ぐらいですか。そうですね、この撮影時点では、3月の15日まで全力疾走で頑張っていきますので、これからも応援よろしくお願いします。そして来期の作品、鬼のレクイエムも合わせてよろしくお願いいたしま す。それでは井田家の食卓でした。またね、バイバイ。